こんにちは、粟田洋介です。昨日はこういう小さいキャンバスにうちの猫の似顔絵を描きました。私は似顔絵を描く専門のアーティストではありませんが、ごく稀に似顔絵を描くこともあります。今回は猫の似顔絵なんですが、私は人の似顔絵を描くときも猫以外の動物の似顔絵を描くときも共通していることがあります。今日はそんな話もしていきたいと思います。この小さいキャンバスに絵を描いて、こういう小さい額に絵を入れるんですが、この額にも絵にマッチした色を塗りました。まずはこういう木の額に下地材のジェッソを塗っていきます。そうすると絵の具の色が乗りやすくなります。で、昨日絵を描いたのはこの子です。ちょっと後ろを向いちゃっていますが、よく知ってる顔なので特に見る必要はありません。写真も見ません。なんですが、描いてる時にちょっと後ろに回って顔を見せてもらったりはしました。リアルに描くわけじゃないので、そんなにモデルを見る必要はなくて、私の場合はイマジネーションを働かせる方が重要になります。でもなんかリアルに描くような描き方で始まってしまいましたね。私が動物の似顔絵を描くときは、似顔絵なんですが、体全体とか体の大部分が見えるような、そんな絵を描くときもあります。そして注文をいただくときは、ほとんどの場合画像をいただいてそれで描くことになります。その時、違う角度から撮った写真をいただくことにしています。大概私が絵を描くときは写真とは別のポーズで描くんですけど、体の模様に特徴がある子なんかの場合は、背中にハートの模様があるとか、そういうときはそのハートも入れてほしいっていうことになるんですが、そのハートが写ってる写真と顔が写ってる写真を別々にもらったりすると、その側面に見える模様、それが写ってない場合があるので、何枚かの写真を見せてもらう、送っていただくみたいな感じになります。で、これは秘密の話なんですが、私が絵を描くときはその模様とかが間違えていることがあります。でも私は最初から正確には描きませんと言っているので、これは秘密でも何でもありません。まあ私の作風っていうのは現実と違う、最初から間違えている作品なので、まあ間違いですね。私のいい加減な作品にマッチするような作風を何年もかけて作り上げてきたので、まあそれは良かったなぁと思っています。ちょっと目のところが違うんですよね。この子はちょっと釣り目なので、目をちょっと釣り目にしますが、本物そっくりにはしません。どん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 似せて整えていくと写真みたいになっちゃうんですが、それは私の作風じゃないのでそうはしません。で、ちょっと額の色は何色にしようかな。バッグの色、額とバッグの色は何色がいいですか？サーモンピンクですか？ちょっとサーモンピンクに塗っていきます。こんな感じになりましたが、似てるかな？額にはマジェンタを入れたピンクですね。キャンバスに塗ったバックグラウンドの色よりもちょっと鮮やかな色にします。鮮やかといっても落ち着いたピンクです。さっきの絵を額に入れてこんな感じになりました。この額には後でニスを塗ります。この絵は胸から上のこういう絵なんですが、次はうちのもう一匹の子の絵を描こうと思うんですが、
今度は体全体が見える絵にしようと思います。この子の絵を描きます。で、めったにないことなんですが、ちょうど描こうと思ってた子が私のそばに座ってくれています。なので描こうと思うんですが、昨日と同じでこの子も後ろを向いています。でも見慣れた顔なので見ないで描くことができるんじゃないかと思うんですけど、この子はちょっと模様が不思議なので、ちょっと見ないとわからない場合もありますので、昨日と同じように後ろに回ってちょくちょく顔を見せてもらおうと思っています。でもそれは描いてる間にこの子がずっとここに座ってくれていた場合ですね。今回はバックグラウンドを先に塗りました。私が似顔絵を描くときは、それはペットの場合でも人間の場合でも、好きなものは何かということを聞きます。で、ペットの場合は、好きな食べ物、好きなおもちゃとかいろいろ聞くんですが、わからないって場合も結構あります。遊び好きな子なのかとかね、おとなしい子なのかとか、ペットちゃんについてのいろいろな性格的なことですね、そういうことを聞いたりします。そういうことを知って描くと、そのペットちゃんの性格っていうのが作品に現れたりします。でもたくさんの情報をなんとなくだけ取り入れて、あとはあんまり考えないようにしています。でもなんとなくそれは表現されます。あんまり考えすぎると私の先入観でなんか違うイメージを作り上げちゃったりするので、そういうイメージっていうのは曖昧にしています。あんまり考えすぎないっていうのが私の似顔絵を描く時の秘訣です。似顔絵以外の私の全ての作品があんまり考えすぎずに描いてるのかもしれませんけど。で、そのペットちゃんの性格といえば、今日は雪が降ったんですが、雪の日にうちの子たちを外に出したのはこれで2回目なんですけど、1回目は2年前だったかな、ちょっと小粒のみぞれみたいなやつで、あんまり雪って感じなかったんですけど、今日は大きい雪が降っていて、うちの子たちは興味津々でベランダで遊びました。特に今描いてる子、この子は雪をすごい興味津々で楽しそうに遊んでいました。依頼してくださる方からそういうお話を聞くっていうのも、似顔絵を描くときに結構重要になってきます。では額は何色がいいですか？ミントブルーでいいですか？では額が乾くまで待とうと思います。その間にまたちょっと似顔絵の話をしようと思います。他の方はわからないんですが、私の場合はそんなに似てるっていうことにはこだわらないことにしています。先ほども言いましたが、リアルに描くわけじゃないので、本物そっくりにならないように描いてるというわけです。でも絵を描いてるときは、似せるっていうことは本物とより同じに近くするということになります。でも作風が作風で、本物そっくりじゃない作風なので違くて当たり前なんですよね。でも描いていると違うから不安になってくることがあります。でも不安になるといい作品はできません。私の似顔絵っていうのはどこか似ている、それで十分なんです。
なので、この猫、この犬、この人、何でもいいんですけど、こんな感じなんだよなーって感じで、そのぐらい似てればいいやっていうところです。似てるっていう以上に作風が気に入ったという方が大事だと私は思っています。で、私が人間の似顔絵を描くときの秘密を今からお話しします。あんまり話したくないんですけど、ちょっと話したい気分です。人間の似顔絵を描くときっていうのは、ペットの似顔絵を描くのとはわけが違うと思っています。なぜなら、ペットっていうのは第三者ですが、似顔絵を描かれる人っていうのは第一者です。自分自身の顔を描かれるということになります。なので、ペットの似顔絵よりももっとパーソナルに受け取る場合が多いと思います。わあ、こんなひどい顔に描かれてしまったとか、わあ、こんなに素敵に描いてもらったとか、そういうことですね。そこで、私の似顔絵を描く秘密っていうのが一つだけあります。それは、似顔絵を描くときにその人を描かないっていうことです。そのモデルとなる人を描かないっていうことです。私は私の作風の人間を描きます。そして、その私の作風の人間をそのモデルに似せて描くということです。私の作風を知っている、私の作風が気に入ったから依頼していただいたということなので、私の作風っていうのは気に入っているわけですよね。そして似顔絵ということで、その人の特徴が当てはまればいいわけなんです。そして、私は対面で似顔絵を描くときはたくさん質問をします。例えば、好きな色、好きな食べ物、好きなこと、何をしている時が幸せだとか、そういうことですね。いろいろ聞きます。で、会話を楽しんでいるうちに似顔絵ができます。その辺がペットの似顔絵と人の似顔絵の違いですかね。会話を楽しみながら似顔絵を描くのは私は結構好きです。で、似顔絵を描く秘訣は何なんだって思った方はいらっしゃるかもしれませんが、今話したことが全てです。私はただ私の作風で絵を描いて、そのモデルさんの特徴をちょっとそれに取り入れる、それだけのことです。絵の具がまあまあ乾いたので、ここに入れてみます。こんな感じで縦横のうちの猫の似顔絵ができました。今月2月22日ですね、猫の日ですね。お世話になっている群馬県安中市の猫のひげさんで、今年も猫の日の特別企画をされるそうです。で、私はその特別企画で猫の似顔絵を描かせていただきます。なんかスペシャルオーダーみたいなとか、そういうのがあるので、じゃあ似顔絵を描かせてくださいって言ったら、じゃあサンプルの画像をってことだったので、今描きました。その特別企画で猫のひげさんに現在置いてある私の作品が 22% オフになります。まあ、ご注文は 22% オフにはなりませんが、この機会によかったら猫のひげさんに遊びに行ってはいかがでしょう。ということで、今日は最愛なるうちの猫たちの似顔絵をこんな感じで描いてみました。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。